ドラマの原作になっているこちらでございます。佐紀先生の作品、桃色、杏色、桜色です。はい、こちらの作品でございますが、主人公は女子大生の杏。その杏がお花見で盛大に酔ってしまい、吐いているところを知らないイケメンに見られた。逃げるように杏がその場を立ち去った翌日、校内でそのイケメンの正体、哲也とばったり再会。綺麗な顔とは裏腹に、昨日のことを親友にバラされたり、下の名前を呼び捨てされたり、ほんと最悪。それなのに親友のゆかがあいつに一目惚れしてしまい、協力してくれるようお願いされちゃった。しかもあいつの友達であるかけるまで巻き込んで、佐紀先生が送るいけない四角関係の行く末は、朗読するシーンは、まず杏が哲也と衝撃の出会いを果たすシーンでございます。それではお聞きください、どうぞ。あんなに飲まされるとは思わなかった。え、なんて深い黒の瞳、吸い込まれそう。おい、これは花が見られた。最悪、穴があったら入りたいよ。アンズ、助けて、また飲まされそうなの。はいはい、貸して。でもよかった、よかってばイケメンゲットできてるじゃん。そういえばあの人もちょっとかっこよかったけど、二度と会いませんように。あ、ゲロ女。何、アンズと知り合い？人違いじゃないですか。昨日の夜ゲロって逃げたやつ。ちょっと、ユカの前でそれ言わないでよ。いいだろ、身代わりの私が入ってたなんてユカが気にするでしょ。まあまあ、今のは鉄が悪いってことでごめんね。俺、安藤かける。名前なんての？川上安ず。かわいい名前。ああ、だからか。え、安ずの匂いがする。はい、ということで、続いての朗読はね、私が大好きなかけるくんと安ずがデートをするシーンでございます。それではお聞きください、どうぞ。ゆかってば。アンズ。かけるくん、俺たちもデートしよっか。どこから行く？かけるくん、ほんといい人だな。アンズあれ好きそう。うん、かわいい。どうせ今頃ゆかとあいつも楽しんでる。おいしそう。写メ撮っていい？あ、ならさ、せっかくだし俺らも一緒に撮ろうよ。もう少し右。アンズ、もうちょいこっち。あ、近い。さすがにこれは撮るよ。かけるくんって女の子に慣れてそう。え、かけるくん。冗談じゃないよ、俺と付き合って。あのかけるくんはいい人だし気持ちは嬉しいんだけど、こんな時になんで私あいつのこと。なら少し考えてみて。うん。かけるくんに告白されてやっと気づいた。最低だよな、ゆかとあいつがうまくいくのを。私はもう応援できない。私が好きなのは